はい、どうも皆さん、お疲れ様です。ウィニングポスト102024前回からの続きということでやっていきたいと思います。現在2029シーズンの年末週ということで、まあ年末なので、繁殖馬の購入、洋服の入会などね、やっていきたいなと思っておりますけども、リンの方が引退ということになりました。非常にですね、T&E ファーム初の、G1 制覇、G1 5勝をね、果たした、名品中の名品ですね。千両役者ということで、はい。で、引退式、殿堂入りすると引退式がこのように行われます。非常にね、ファンの皆さんに愛された名品だったかなと、個人的には思っております。まあね、無敗三冠の夢はね、叶わなかったですけども、まあ牝馬戦線においては、一番 T&E ファームにおいて貢献してくれたなと。やっぱり初めて G1 馬ですからね、これから大事に大事に、繁殖牝馬としての余生をね、過ごしてほしいなというふうに思っております。引退式もね、僕も結構ライブ配信とか、まあ、現地の引退式ですごく感動したのはやっぱりゴールドシップの引退式ですかね。個人的にはね、引退式っていうと思い出がありますけども、 G1 5勝、通算成績が14戦10勝で、うち10勝が9勝、G1 が5勝ということで、まあ名品中の名品ですね。非常に素晴らしい馬かなと思います。そして、ザニーの方が、早くもね、ちょっと一勝しかできなかったんですけども、繁殖志望馬としての、予選をこれから入っていきます。はい、こんな感じで、まあ、常に繁殖牝馬、繁殖牡馬っていうところがね、常に入れ替わっていくのがね、ウィポスなので、はい、まあ、そのあたりを楽しむ。なかなかこの年末のところをね、動画内で収めることなかなかないんですけどね、名前決めたりとかで時間食われちゃうのでっていう風にあるんですけども、まあ、今回はね、リンの引退式があったのでお見せさせていただきました。はいはい、さて、こんな感じでジョッキーとか入れ替わります。とりあえず全部、まあ、今シーズン期待はこのリバーティーアイランドとこのゴールドシップ3区の馬ですかね。この子はちょっと期待が持てるかなというので、ゴールドシップといえばノリさんのところにもお付けしたいと思います。このシーズンの、まあ、特にまあゴールドシップ3区が多いので、ゴールドシップの馬はね、全部ノリさんにお預けしたいなと思います。今年の G1 はね、やっぱノリさん買ってくれたのすごかったですよね。すごく印象に残るダービーだったなというふうに思っております。はい、で、まあ名前もね、いろいろ決められるので、せっかくなので一番期待が持てる子ね、この2頭がどうやらね、このボバもいいみたいなんで、決闘的に言うとゴールドシップ。なるほど、じゃあ名前を決めましょう。まあ、こうやってね、実を言うとね、オートでいろいろ出るんですけど、じゃあ期待を込めてこれにしましょうか。エンディゴールド、いいじゃないですか、ゴールドシップだからね。はいはいはい、ティマティアイランドですからね。エンディギフト、ギフトいいよね、これ意外とね。このエンディエスケープ、エンディツキ、エンディシャレード、エンディルークス、パッて決めた名前が意外と良かったりとかするんで、結構僕、我々 T&E ファームはエンディアライブ、結構なんて言ったらいいのかな、奇跡シリーズとかテイルズシリーズからね、僕ら2人とも RPG で言うと奇跡シリーズとかがすごく、奇跡シリーズとテイルズシリーズすごく
エンディレブン。すごく好きなのでそこから撮ったりするんですけど。エンディアンブレラ。いいじゃないですか。じゃあこの6頭を、所有馬として、2030シーズンを開幕していきたいなと思います。いや、ゴルシュをね、どうしても血統1個ね、立てたいんですよね。剛腕罰か。秘書交代できるって、いや、僕はもう弥生さん推しですから。はーい。はいはい。小柄で足上げて人気が出るんだね。難易度はこのままいきましょう。はーい。お、出ました、桜子さん。さて、今シーズンはやっぱりまあ取りたいね、やつはいろいろあるんですけど、そうですね。確かここで記録優勝カップで見れるのかな。はい、こんな感じです。まあ初めて G1 取ったのが、リンなんですけど、まあここまずはね、国内の G1 を全部取ることを目標にまずやっていきたいなと思います。今シーズンの目標はやっぱりこの皐月賞、日本ダービー、菊花賞、クラシック戦線と、個人的にはね、やっぱり思い入れがあるところでいうと、このやっぱり天秋天春は取りたいかなという印象がありますね。非常にやっぱり縦のは欲しいなと。で、注目としては、天春、挑戦したヘイロー、まあステイヤータイプですから、期待しております。あとはそうですね、徐々にみんな力をつけてくる子たちかなというふうに思ってるのと、まあ、クラシック戦線においてこのゴールドシップ3区たちが、どんな走りを見せてくれるのかはちょっと、期待しております。はい、いや、まあ、そうですね、やっぱり今シーズンも目標はクラシック戦線かなというふうに思いますね。クラシックと天春天秋、これをねまず取れるようにしたいですね。噛みつき癖、ブリンカーで抑制可能。噛みつき癖は良くないですね噛みつき癖は良くない。ちょっと流したらどうなの。あ、ダメだったわまあそんなもんだ。2着ですか。3着。お、勝ちました。まあ着実にね、1個ずつ経営していきたいですね。さあ、アライズの方ですね。名品系もそうですね。繁殖品も欲しいですよね。そして、もうね、9着増やします。もう、大丈夫です。稼げます。早めにやればよかった。やるの忘れてた。さあ、ジャスタウェイ3区ですね。アンジョーマルメールさん勝ちました。いいですね。ちょっと今のレース見ればよかったですね。飛ばさないで飛ばしてしまって、ちょっと重傷とかじゃなかったから。さあ、期待の、アメリカジョッキークラブカップにヘイローの方が出走します。ちょっと調整はあれですけどもね、まずは一発目の叩きかなというふうに思ってます。ちょっと強い勝ち方をしたのはこの子らしいですね。ジャストウェイサンクですね。うんうんうん。今のところ4戦2勝ですね。
先行押し切ったって感じですね。これダービー出走登録してあるけど、普通にクラシック戦線進んじゃっていいんじゃないかな。そうですね、3月弥生賞があるので、弥生賞、皐月賞といきましょうか。まあ、クラシック先生にそのまま進んでいくような感じでいきたいと思います。まあ、いろんなところで使うのは大事かもしれないですけどね。さあ、調教回数をお願いします。さあ、中山ジュリウスアメリカジョッキークラブですね。こちらがヘイローですね。5着と。ヘイロー今年ちょっと今シーズン頑張ってもらいたいですね。 G1 馬2頭目が何になるかっていうのちょっと楽しみなところですけど。さあ、新馬戦ですね、ゴールドシップと赤い糸。赤い糸僕ね大好きなんですよね。いやいや好きな馬のでしたね。さあ、どんどんね進めていきましょう。さあ、新馬戦なんでね、ちょっとこちらはレース見ていきたいと思います。一番前には西野ヒューズ、サビッチスピノザ、ようやく上がってきた。いやー、ちょっと一番の馬がいいな。リードは一番の馬がいいな。アフェアアフェル、足を伸ばす。いやー、ちょっと伸びてこないか。後ろは横一線だな。あと200メートル。これは強い。いやーこれ強いか。大きく離れた。あーでも何着だ、4着か、3着だな。3着でしたか。うん、勝負が難しい。2着。さあ、エースの方が出走予定ですね。一戦一勝できてますからね。まあ、ダートも両方いけるぞと。まあ、パンサラッサ3区なんでね。除外ですか。まあ、今シーズンはクラシック絡めるかなっていう心配がちょっとあるけど、4着ですか。さあ、新馬戦ですね。ベラーズウェル3区が登場します。僕エーシンフラッシュ大好きだったんで、さあ鞍上誰にしましょうかね。あー迷うね。とりあえずルメールさんは間違いないだろう。さあ、じゃあとりあえず3月の1週目までは進めていきたいと思います。お、勝ちましたね。着。さあ、2番人気ですね。さあ、大事数見ていきましょう。ダートの 1800m ですね。先頭に立つのはフォアノエンディア。さあどうだ。後続との差は3馬身以上。このリードを保てるか。内で食い下がれるか。残り200前が逃げてるな。前が逃げてるな。アドバンテージをキープ。後ろはどうか。いやでもいい走りはしてるけど。2着ですね。フォアノエンディア完勝。続いてエンディック。2着か。惜しかったな。一番人気の方が逃げ切っちゃったって感じだったんです。ちょっと身のこなしが硬いか。身のこなしが硬いとちょっと適正距離がちょっとね限られちゃうんですよね。
さあこのまま3月1週目までいきましょう。11着か。お、先生頼みますよ。はいはいはい。あ、お父さん絆ですか。お、なんだよ。うちの馬じゃねえのかよ、先生。頼みますよ。この毎シーズンこれ言ってるような気がするけどな。はい、というわけで皆さんね、ご視聴いただきましてありがとうございました。今回はここまでになります。引き続き、今シーズンもいろんなね、ドラマが生まれるように、育成の方頑張っていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。